くわよ。エリア、そこにゃ。タイガークロー、バギマ、我が王に受けてみよう。上出来じゃな。強くなれたみたいです。上出来じゃな。
こじゃ文字が見えるわけないだろ。もっとバクラバ砂丘に入るな、危険です。じゃあここから文字を解読できるっていうのか。いやそれは王子ちゃん、ひさ、あ、シルビアさんたち久しぶりだな。無事だったんだ。王様ちゃんから事情は聞いてるわよ。あの星を調べるために。それほどでも。王子、俺たちがここに来た目的は、お前、あなたは俺の名を知っているのか。もちろんです。あなたは騎士の憧れ。その言葉は嬉しいが、我が隊に入らずとも。時に王子よ、その様子を見るに勇者の星の。じいさん、そうなんだよ。学者がおじ、さすがの僕でも文字の解読はできないし、どうしたもんかと。ではお主が見つけた古代。じいさん、あんたも古代文字が読めるのか。ありがとう。だ、多分バクラバ砂丘の中心にある遺跡のあた。我が王に受けてみよう。
ちょっとちょっと王子ちゃん、何寝てん。こんなに大きな星を真下で見る機会なんてめったにあるもんじゃないから記念、うん、じちゃん、あなた結構肝が据わってるのね。それはそうと、この遺跡って何なのかしら。こんな荒野のど真ん中にポツンとあるなんて不思議よね。そう、じいちゃんのじいちゃんのそのまたじいちゃんの時代。作られた時は大切な役割があったのかもね。なんだか五代のロマンを感じるわ。うん、確かに星には何やら文字が書いてあるようじゃな。さっそ、どうしたの？独り言なんて珍しいわね。ちょっと何、何が起こったのよ。見ろ、星が。ちょっとちょっと、星が落ちてくるじゃない。王様、ここにいては危険です。早くこの場を離れましょう。待て、もう少しじゃ。もう少しであの文字が読める。もう限界です。さあ早くこちらへ。これで世界は我のものなり。あれは魔王の剣。
星が消えてしまった。あの星は本当に勇者の星だったのか。それにあの剣を持った魔物は一体何言ってるんですかグレイグさん。あれは救世主ですよ。救世主、救世主がサマディを救ってくれたんです。これでサマディは安心だ。王国のみんなもホッとしてるんじゃない。じゃあ僕は先にサマディに戻るよ。消えてしまったが、あの星にはミズゼルファという古代文字が刻まれて。それじゃあサマディの王様ちゃんにニズゼルファーって言葉に心当たりがないか聞いてみましょう。何かわかるかもしれないわ。うん。第1、はあ、グランドクロスだ。ありがとう。そこにゃ。お怪我はありませんか。
二人ともよくぞ戻られました。勇者の星がいきなり砕け散ったので心配していたの。ファーリスから話は聞いておりますぞ。星が落ちてもうダメだという。救世主かどうかはわからんが、まあそれはいいのじゃ。わしが見たところ、星を覆う結界には水ゼル、水ゼル、空に浮かぶ勇者の星に刻まれたこの言葉、仕方がない。わしらには魔王を倒すという大ロードの魔王退治の旅、私たちも微力な。もし困ったことがあれば何でも言ってくれよ。ああいかんいかん、忘れておった。老主様が持っていた二人とも、わしにな…サマディ王よ、漠然とした話で申し訳…魔王を倒すためにどうしても必要なのだ。ハンマー、ハンマー…おお、もし…ファーリスよ、宝物庫にあるガイアの…はい…これこそ大父上、いいんですか。これって来年のファーリ祭。あ、バカもだ、ガイアのハンマーは不祖の時代から。しかし今や魔王を倒せる者は勇者であるお前。伝承によると、そのハンマーには大地の精霊、それで叩けばどんなに硬い金属でも鍛え上げられるって話。それじゃあ皆さん、魔王